はいどうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていこうと思うんですが、またね、この画面変えと、ね、思った方もいると思うんですが、まだまだ、戦いは終わりじゃねえ。ポイント報酬ね、ゲットして、まあ、さらにね、今、まあ、どんだけ回してるかというと、1000連回してます、今。1000連と、まあ、単発ね。で、1000連がね、どれくらいかというと、まあ、石6万使うんですが、6万ってね、約15万。要は約15万、まあ、このガチャにぶっ込んでると。で、良いよ。ということで、まだまだいきます。で、今日はね、まあ、とりあえず250連。まあ、12,500 ポイントまでね、行こうかなと思います。はい。でですね、狙ってるアイテムあります。まず、ラオウ時代をね、欲しい。これ手に入れたらかけら手に入るんですが、まあ、それでラオウの星を上げることはできると。これはもう何個当たってももう嬉しいですね。今星4まで来てます。まあ、この 0.002% のね、星4のラオウなんて来たらもう最高ですよね。で、あとはですね、こっちのね、この辺ですね。まあ、証とかも欲しいですね。あとま、覚醒も欲しいって感じかな。ハズレはここです。経験ね。経験のなんたらみたいな。ここはもう外れです。まあ、金もね、まあ、外れなんでね。まあ、ここやな。ここ。今乗ってるやつが、まあ、個人的にはね、外れと。はい。まあ、みんな狙いはここやね、やっぱね。はい。こっからね、下。まあ、ここも結構厳しい確率なんですよ。はい、まあ、行きましょう。じゃあ、引きます。はい。ガンガン減るからね。止まれば、ラオ。ラオが降臨する。止まればね。もうささささささっていきますんでね、これ。ちゃ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 よ。あ、もうこれ、こういうのは本当にハズレですね、これは。これなるべく避けたい。ラオが出ないにしても、そうそうそう、こういう感じ、こんな感じ。まあ、しっかり、欲しいアイテム、まあ、強化につながるアイテムを、まあ、手に入れたいと。どんどんいきましょう。今回250連なので、まあ、あ、これもいいですね。これもね、大当たり。まあ、これも悪くはない。あ、これもいいですね。まあ、悪くはないけど、うん。はい。次。まあ、どんどん行こう。お、これもいいですね。これもなかなかいいですよ。さあ、どんどん行こう。いいですね。まあ、こういう感じで当たってくれたなと。まだ行きます。すげえ早いよね、これ。1万なんてもうあっという間ですからね。さあ、どんどん行こう。はい。引きます。うん。いいですね。はい。はい。さあ、これで11,300か。まあ、今でもう130連。引いた感じだね。早いよね。あと120連。じゃあ、行きましょう。うん。まあ、次行こう。まあ、4000でね、約1万ですからね。石ね。さあ、どんどん回していこう。止まれ！ラオウ来てくれ！欲しい！ちょっとでも上げたい。まあ、さすがに星5は目指してないんですが。うん。まあ、まあまあまあって感じだな。さあ、あと、50連いきます。石3000。ここで星を狙おうね。頼む。来てくれ。20連目。30。いや、来ないですね。さあ、40。で、今回のラスト。聖騎馬刺者剣王。はい、こんな感じでね、持ってると28のかけら、まあ、28個のかけらね、ゲットできたと。いや、このオーラよ、最高っすね。このラスト、終わりよければもう全てよし。全てよしじゃないか。うん、まあ、次もね、
250連引いてとりあえず1500連か。行きましょうかね。まだ行くか、もうちょっとね。力こそが正義。いい時代になったものだ。ぶっこんでくんで、よろしくという感じでね。龍二張りにぶっこんでこうじゃ。はい、まあそんな感じでね。まあ行きましょう。まあとりあえずね、はい、今回は、まあガチャはこれで終わりと。はい、とりあえずね、ランキングガチャね、まあこれくらいにして、次はね、こっち引きたいなと思います。まあこっちは軽くね、引きましょう。今、10回目でね、右ですね。10回目で剣士確定って書いてあるんですが、まあ今現在9回目ということで、まあとりあえず、誰かが出るよと。まあそれをちょっと楽しんでいこうと。はい。で、一応割合はこんな感じになってます。まあ確定だったらこんな感じね。まあ SR が欲しいですが、そうやね。まあレイ出てくれたら嬉しいかな。レイの星あげたいよね。それか、交流。まあシーンも持ってない。まだ持ってないやつ他にもいるんですが、まあウィグルとか持ってないんですが、まあ、交流、ちょっと使いたいなっていう感じやね。龍拳の今イベントが来てるので、まあ、交流とやっぱ龍拳、ちょっと並べたいなっていう。ただそれだけ。はい。まあ、レイかな。うん。まあ、レイ持ってるんですが、まあ、星あげたいって感じですね。まあ、レイがちょっと弱いんですよ。パーティーの中でね。自分の好きなキャラなので、まあ、鍛えたいと。はい。ということで、行きましょうか。まあ、一応チケット5枚持ってるので、まあ、5枚使っちゃいますかね。はい、それじゃあ引きます。まあ、気楽にっていうか引けるよ、ね、さあ、誰だ。まあ、ライガはね、正直ね、いりません。ハズレですね。はい、行きましょう。まあ、まだわかんないですよ、4枚あるんでね。ここで出るかもしれん。まあ、R もちょっと別キャラの方が欲しかったね。さあ、来た。来たよ。リバイブ。マジか。グループボーナス。いや、これは嬉しいね。いや、これ嬉しいっすね。まあ、龍拳と一緒に使えってことですかね。さあ、あともう2回、これもね、ちょっと引いちゃいます。終わった。もう一丁。さあ来い。来てくれ。あー、そのまま行きましたね。なるほど。もう一回行く ?2200 使う。ランキング。ランキングやっとるときにね。まあ行きましょうか、2200ね。うん。まあ記念記念。何の記念か分からんけど行こう。交流記念。うん。交流が来た記念。よし、じゃあ行きます。これ確定なんでね。出てきますよ。さあ、あと何体来るか。よしよしよし。早い早い早い。まあ、これはかけらです。はい。よしよしよし。いいよ。まあ、ジャギーはちょっと今から育てるの大変。お、親父親父来るね。お、さあ、ハートも来た。うん。はい、まあ、とりあえず、このガチャもね、まあ、今回はここで終わりますか。いや、よかったっすね。ハートが最後に来てくれてね。いや、これはなかなかいいですね。じゃあ、ちょっと次はね、剣士の画面行きたいなと思います。はい、それでね、今持ってる剣士は、まあ、こんな感じ、なってます。で、まあ、当たった、まあ、ハート。まあ、こっちとまだ遠いですけどね、これは。120個はちょっと時間かかりますね。まあ、コツコツかけら集めたいなと思います。まあ、最近優先して集めてます、ハートはね。あと、親父は、まあ、57でいけるんですが、でまあ、優先して集めはしないですね。はい。もうちょっと、次、誰か来たらね、今のパーティーからだと、親父か、まあ、レイン落としたくはないんですけどね、なんとか使いたいですけどね。まあ、どっちかをこう、入れ替えっていう感じになっちゃうんでね。あとジャギーか。ジャギー当たりましたね。ジャギー嬉しかったね。ただこれもね、今星3で、まあ4はもう近いんですが、まあ4だとね、まだちょっと育てる気にならないんでね。まあ5、6がやっと見えてきてからやね。まあその頃にはもうね、また強いやつがおるわ。新しいキャラがね、入ってきとる。うん、まあそんな感じですかね。まあ R もね、育てたいですけどね。まあ今余裕ないです。はい。トキも育てる余裕ないですからね、今。
トキ育てたいんですけどね。一応トキが、まあ今かけらとかまあ全然持ってないんですが、まあ今3で、一応ね、あの伝承のところで、まあ買うことできるんですよ。それで、あの4にはできます、トキは。まあ、ただって感じだね。まあ、今結構パーティーも強くなってきたんでね。まあ、今自分の好きな、まあ、キャラ枠でレイを使ってるので、ちょっと他はちょっと厳しいよな。これ以上はね、入れ替えは。まあ、親父を入れ替えるっていう感じね。はい、ということで、まあ、今回のガッチャは、これぐらいでね、終わりたいなと思います。で、次はね、まだあのランキングガチャいきますんで、まあ、ランキングガチャの動画ね、まあ、結構あるんですが、まだまだせっかくなんでね、出していきたいなと思います。はい、ということで、今回ね、これで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。